はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。あのね、今回はですね、緊急で動画撮ってます。実はですね、脱毛でね、大やけどしたんですよ。もうこれがもうめっちゃ大変で。脱毛男子の気持ちを体感するために脱毛を始めた麻生先生ですが、自らの病院で脱毛中に大やけどを負ってしまいました。原因はですね、これね、すごいいい機械なんですよ、脱毛のね。ジェントルマックスキャンデラっていう機械でね、これ旧型なんですね。今僕がやけどしたのは最新型をね、買ってやけどしたんですけども、このハンドピースがあるんですけど、こういう風にハンドピースがグッとこうつくんですね。そうするとこの距離、当たったこの距離で当たるとちょうどパワーがいい。で、この機械はですね、レーザー光線が出ると同時にこの小さな穴から患部を冷やすために小さな穴から冷却ガスが出ます。この冷却ガスが大切な役割を果たすのです。ドライアイスみたいな空気で冷やしてくれるんですね。で、安全性を保ってる。なんで僕がね、やけどしたかというとね、この新しいこのキャンデラの機械、このように噴出口が隠れないようになってるんですよね。ここに切り込みがあって、でこれがね、新しい最新型のね、この噴出器をこのハンドピースが隠すようになってたんですよ。これはこの通りにしかつけれないんだけど、回らないじゃないですか。でよく見てないとここが隠れて、冷却装置が効いてないままバシバシ当てて、絶対痛いからこれおかしいよって言ったけど、いや、設定もパワーも問題ありませんと。ハンドピースを誤って装着した場合、このようにレーザー照射部には当たらず冷却効果がありません。これが今回の大やけどの原因となりました。しかも院長だから、もうみんな細心の注意でやってたんですね。で、それでもこの構造的な問題で僕大やけどしたんですよ。だからこの昔の機械だったらやけどはしなかったんですけど、今もう治ったんですけど、治ったらこんな感じ。わかるかな？白く抜けてるんですよ。この白く抜けてるところが実はやけどして治ったところなんですよ。治った後も美肌効果で白くなっちゃってるんですけど、もともと日焼けしてた部分が残っちゃってて、これまた当てていかないといけないんですけど、レーザーって黒に反応するから白くなっちゃうんですけど、こんなになっちゃってあれなんですけど、こうやってね、僕はいつも自分で試したりするんです。もうこれね、ほんとね、僕でよかったんです、やけどしたのね。僕訴えようかと思いましたけど、僕の病院だったんで、僕は自分で自分を訴えられるだけなんであれなんですけど、綺麗に治ったんでね、あれなんですけど、で、新しく、こういうことがないように脱毛器をすごい考えまして、こっちも素晴らしいんだけど、採用した脱毛器がこちらでございます。ビーナスネクストっていうね、これは先生のために入れた最高級のあれですね。そうですよね、はい、三波長の最新型です。最新型で、この脱毛のね、ことも、今後ね、ちょっとずつやっていきたいと思いますんで、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。でもめっちゃやけどしたっていうのを、そういうの隠すクリニックが多いけど、失敗もやっぱり出していった方が信頼性上がるからね。いや、俺でよかったよね、これは。美白のためじゃないんだよね。美白のためじゃない。もう大やけどだよ。ちなみに患者様はもう全然大丈夫。俺がこういう、ね、犠牲になったことで、もうみんな細心の注意でやってますから、はい、大丈夫なんですけど、本当に痛かったです。はい、今後は気をつけてもらいたいと思います。はい、それね、男が脱毛なんで ね、でもそういう時代っぽいんで、はい、ツルツルで頑張りたいと思います。